のログ、ミサイルサイロアルファに。ここには誰もいません。軍人の生存者数はその方がいいのでしょう。ボルトテックが核兵器の使用権限を主張しても好意的に受け止める者はいないでしょうから。しかし同時に私は締め出しを食らいました。アクセスが可能なのは最高レベルの高官のみで、偽造は簡単ではありません。この施設を確保できなければサイロ内にある自動化された工場は核兵器をどれほど製造するのでしょうか。